キンプリセ瀬ド、5人のメンバーとのプリクラがスマホ待ち受けに、絆ずっともにファン感動。キング・アンド・ピスのメンバーであるセ瀬ドがパーソナリティを務めるラジオ番組、キング・アンド・ピンス流瀬のレイディー・オー・ゴーデン文化放送で、彼らが5人で撮ったプリクラの話題が明らかにされました。 長瀬は1月23日に24歳の誕生日を迎えましたが、その日は現在出演中のドラマ、夕暮れに手をつなぐ TBSK の撮影で忙しくしていました。しかし、誕生日当日、共演者の夏木マリが現場にケーキを持ってきてくれたそうです。予約困難なケーキ屋さんのスイーツだったといい。 人生で食べたケーキでトップレベルに美味しかった幸せでしたと喜んでいました。さらにファンへ向けて全国各地でファンによる僕の誕生日会が行われていたかと思うとちょっとありがたい24歳もよろしくお願いしますとメッセージを送りました。なお当日最初にメールをくれたのは何わ男子の西畑大割れで次に関西ジャニーズ JR 内ユニット A へ。 グループの正門料記だったとも明かし、豆な人たちはさすがだなと思いましたね。嬉しい限りです、と語っていました。また、ドラマの現場では長瀬のマヨネーズかけご飯、好きが共演者たちに広まっているようで、松本若菜からは白ご飯と瓶に入ったマヨネーズ、監督からはネットで調べた一番高いマヨネーズ、別のスタッフからは 高級なパックご飯を誕生日プレゼントとしてもらったそうです。長瀬は家には2年分くらいのマヨネーズご飯がある、と笑顔で話していました。ちなみに、ドラマの番宣で1月17日に出演した情報バラエティ番組、ラビット。同う、ではマヨネーズかけ、ご飯を大好物として紹介しましたが共演者たちからは驚きの反応がありその時の共演者さんの 顔ちょっと忘れられないですね。と長瀬は振り返りました。宮舘良太を含め、スタジオの全員が、長瀬、マジでこんなん食べてんのかという顔をしていたためすごい気まずかった、あれ。その顔を見ながら俺も実際に食べたから味せんかったっすもん。と回想しました。さて、番組ではその後、 キング・アンドプスのメンバー5人でアミューズメントパークに行ったロケの帰りのエピソードが話題になりました。帰りの車中で神宮寺ゆうたが、おい、プリクラーンぞ、5人で撮ろうぜ、ぜ、と提案しメンバーは心よく応じました。長瀬は、5人でプリクラ撮りました、と報告しました。 メンバーはプリクラ機の指示通りに、ほっぺにハートや指ハート、顎に人差し指を乗っけてといったポーズをとったそうですが、問題は最後の落書きだったそうです。久しぶりのプリクラ撮影だったため、5人でちゃんと並んで書いたんですけど、下の方に、絆、って一文字を書いたんです。ずっとも、って書いてあったり、万字、とか。 と、落書きのクオリティが低くなってしまったようです。さらに、平野氏用が、万事、の下に、最強、で書こうぜ、と言いながら文字を書いたのですが、実際には最祀となっていたことが明かされました。他にも、うちらにしか勝てん、やば辛い、といった落書きもあったとのことです。そして、長瀬は、プリクラのデータをスマートフォンに送り、俺と神宮寺優太たと、 高橋、天が待ち受けにしてます。と、笑顔で報告しました。この放送に対して、ネット上では、金プリ5人でのプリクラはやばい。プリクラの落書きに、絆ずっともは号泣する待ち受けにしてるプリクラみたい。といった反響が集まりました。ファンたちはメンバーの絆や親密さに感動し、喜びのコメントを投稿しています。 キング・アンドスのメンバー5人のプリクラはファンにとって特別な存在であり、長瀬角がそのエピソードを番組で共有したことでさらにファンとの絆が深まったようです。今後も彼らの活動に注目が集まることでしょう。